平野翔、痛みに耐えながらも全開パフォーマンス。ファンへの愛とプロ意識が光るステージの裏側、ナンバーアンダーラインアイライブツアー、平野翔、ファンへの愛が背中を押す。痛みを乗り越えた感動のステージ。平野翔が背中に痛みを抱えながらも全力で公演に臨んだ姿は、ファンにとって驚きと感動をもたらしました。2024年10月4日、宮城県で行われた、 ナンバーアンダーライン・アイ・ライブツアーの2日目、昼の公演での出来事です。この公演は、平野紫神宮寺雄太、岸優太の3人がファンの前で輝きを放ち、それぞれの個性と才能を余すことなく披露した瞬間でした。しかし、その中でも平野翔が背中の痛みに耐えながらも見せたパフォーマンスは、ファンにとって特別な感動を呼び起こしました。ファンたちは、 彼が見せたその姿に深い共感と尊敬を抱きました。平野翔のプロ意識と献身は彼のファンにとってはすでに知られているものです。彼はデビュー以来、常に一貫して全力を尽くし、どんな困難にも屈せずにステージに立ち続けてきました。しかし、今回の公演での彼の痛みにもかかわらず見せた笑顔とエネルギーは彼のプロフェッショナリズムがさらに際立つ瞬間となりました。ファンは、 彼が痛みを感じながらもその姿を見せず、逆にいつもの優しさと温かさでファンサービスを続けたことに深く感動しました。実際に、公演中にファンへ向けられた平野翔の笑顔や身振りは、彼がファンをどれほど大切に思っているかを如実に物語っていました。愛や、i l y の曲中、彼は何度も胸に手を当て、ステージの隅々まで目を配りながら、客席の一人一人を指さして微笑んでいました。 これこそが、彼が痛みを抱えながらも、ファンに対して心からの感謝と愛情を示そうとする姿勢の表れでした。一方で、背中の痛みがあるにもかかわらず、彼が一貫してパフォーマンスをこなしていたことに対して、多くのファンはその姿勢に驚きを感じていました。背中の痛みは、特にダンスや激しい動きを伴うパフォーマンスでは大きな障害となるはずです。しかし、平野はその痛みを一切見せることなく、 他のメンバーと同様にステージ上で輝きを放ちました。これに対し、ファンからは、本当に痛みを感じているのか、彼の健康状態は大丈夫なのか、という心配の声も上がりました。ここで一つの疑問が浮かび上がります。平野翔のようなプロフェッショナルなアーティストが、痛みを抱えながらもステージに立つという選択をすることは、どれほど正しいのか。これはファンにとっても、 業界全体にとっても重要な問いかけですアーティストが自己犠牲を払ってまでパフォーマンスを続けることはファンに喜びをもたらす一方で長期的な健康リスクを伴う可能性があります特にダンスパフォーマンスが主体となるアーティストにとって身体の負担は避けられない現実です今回の平野翔の例は彼の献身とプロ意識を称えると同時に アーティストの健康管理の重要性を再認識させるきっかけともなります。こうした状況下で、平野がなぜあえてステージに立ち続けたのか、その理由を考えると、彼の強い責任感とプロ意識がうかがえます。平野翔は、自身のファンに対して絶対に裏切らないという強い信念を持っています。ファンとの約束、そしてステージでの姿を見せることが彼にとってどれだけ大切であるかを、彼は日々の言動で示しています。 そして今回の講演でも彼は自らの体調よりもファンとの絆を優先しステージに立つことを選びました。しかしここで改めて問い直すべきはアーティストの健康とファンへの奉仕とのバランスです。平野翔のようなアーティストがファンの期待に依頼続けるために体を酷使しすぎることがあればそれは彼自身のキャリアに影響を与えるだけでなくファンにとっても長期的に不幸な結果を招く可能性があります。 ファンは一時的な喜びを得るかもしれませんが、アーティストの健康が損なわれることで、将来的なパフォーマンスの機会が失われるリスクもあるのです。今回の公演では、観客席からも、座って休んで、といった声が上がる場面がありましたが、平野は笑顔でそれを交わし、逆に、楽しんで、と励まし続けました。彼の心の強さと優しさが溢れる瞬間でしたが、その一方で、 こうした状況が今後の彼の体調にどのような影響を与えるのかという不安も残ります痛みを押してのパフォーマンスが今後の活動にどのような影響を及ぼすのかはまだ誰にもわかりませんしかしファンにとっても彼の健康状態を心から願いながら応援することが求められていますまた今回の公演で平野翔が見せた一面は彼だけでなく他のアーティストやパフォーマーにとっても共通の課題です エンターテインメント業界全体として、アーティストの健康とパフォーマンスの両立をどのようにサポートしていくかが、今後ますます重要なテーマとなるでしょう。特に、ツアー中の過密なスケジュールや体力的な負担は、アーティストにとって大きな挑戦です。エンターテインメント業界は、観客に最高の体験を提供するために、アーティストが最大限のパフォーマンスを発揮できる環境を整える必要があります。平野紫のように、 ファンへの深い愛情と献身を持ちながらも、アーティストが自分自身を守ることも重要です。彼のような存在が、今後も健康で長く活躍し続けられるためには、ファンだけでなく、周囲のサポート体制も欠かせません。そして、ファンとしても、彼の努力に感謝しつつも、彼が無理をしないで楽しめる環境を応援する姿勢が大切です。このように、 平野翔の背中の痛みを抱えながらもステージに立ち続けた姿は、ファンだけでなく業界全体にも多くの教訓を残しました。彼のプロ意識とファンへの愛情は、今後も多くの人々に感動を与え続けるでしょう。しかし、その一方で、アーティストが健康を守りながら長く活動できるための環境づくりも、これからの大きな課題として残っています。平野翔が今後もステージに立ち続けるためには、 彼の健康状態に対する適切な配慮が重要です。今回のツアーで見せたように、彼は痛みを抱えながらも一切それを表に出さず、ファンのために全力を尽くしました。その姿勢は感動的であり、彼のプロ意識と責任感を強く感じさせるものでしたが、それは同時に彼の身体に対する負担を考えるきっかけにもなりました。アーティストとしてのキャリアが長く続くためには、肉体的な健康が何よりも重要であり、 それれを支えるるための環境がが整備される必要がありますエンターテインメント業界では、特にアイドルやパフォーマーたちは過密なスケジュールやファンへの期待に依頼続けるプレッシャーを常に抱えています。休む間もなく続くツアーやリハーサル、さらに新しい作品の制作といった多忙な日々の中で、身体を酷使することは避けられません。しかし、そのような状況の中でも、彼らが最高のパフォーマンスを発揮できるようにするためには、 適切なな休息や治療そして精神的なサポートが不可欠ですアーティストが健康であることは彼ら自身のためだけでなくファンや関係者にとっても非常に重要な要素です。またファンの立場からもアーティストに対する理解とサポートが求められます。平野翔のようにファンのために全力を尽くすアーティストはその姿勢がファンからの愛情や応援によってさらに強化されますが。 同時にファンはアーティストの体調や健康についても配慮する必要があります。過度な期待や要求が、アーティストにとってプレッシャーとなる場合もあるため、ファンとしても彼らが無理をしないように見守る姿勢が大切です。アーティストとファンの間に存在する相互の信頼と愛情が、健全な形で成り立つことが、長期的に見ても双方にとって良い結果をもたらします。平野翔が今回のツアーで見せたプロフェッショナルな姿勢は、 今後の彼の彼活動にととって大きな影響を与えることでしょう彼のファンは、彼がどんな困難にも負けずにステージに立ち続ける姿を尊敬し、その努力に対して感謝の気持ちを持ち続けるはずです。しかし、同時に彼の健康が優先されるべきだという認識も広がっています。痛みを抱えながらも輝き続ける彼の姿を見て、ファンたちはその背後にある努力と葛藤を理解し、 彼が健康で長く活躍できるように支える姿勢を強めていくことでしょう。彼のようなアーティストが持つ影響力は非常に大きく、彼が見せる一つ一つの行動がファンや周囲に与える影響は計り知れません。平野翔は、その献身的な姿勢だけでなく、彼自身のキャラクターや思いやりによって多くの人々を魅了し続けています。彼の持つ強い責任感とプロフェッショナリズムは、他のアーティストたちにも影響を与えることでしょう。 そして、彼が体を大切にしながらも、今後も多くの舞台で輝き続けることを多くの人々が期待しています。最後に、今回の講演で平野翔が示したのは、彼がどれほどファンとの絆を大切にしているかということです。彼のパフォーマンスには、常にファンへの感謝と愛情が込められており、その姿勢が多くの人々の心を動かしました。彼が痛みを抱えながらも全力でパフォーマンスを続けたことは、 彼ののファンに対する思いの深さを象徴していますしかし、同時にその謙信が彼自身の健康を犠牲にするものであってはならないという認識も広がりつつあります。ファンとしても彼の努力に感謝しつつ、彼が無理をせずに長く活躍できるように応援し続けることが求められています。最後に、今回の公演で平野翔が見せた姿は、彼が単なるアイドルやアーティストにとどまらず、 真のプロフェッショナルであることを証明しています彼のような人物が持つ影響力はファンにとってもそしてエンターテインメント業界にとっても計り知れません彼の未来を見守りながらファンはこれからも彼を支え応援し続けることでしょうそして平野翔が健康でいつまでも輝き続けることを心から願うばかりです